都会のハンターいいな、都会のハンター羨ましいな。今日は田舎のハンターが抱える3つのハンデについて話したいと思います。田舎のハンターが抱える3つのハンデ、その1、地図を見てください。私の田舎、地図の半分が海です。これずっと先まで歩いていってもずっと海です。海岸沿いに住んでます。そして反対側、モンスターはいると思うんですけども山です。地図の3分の1が海、そして3分の1が山。この状態で素材を集めるのマジで大変です。若干登らないといけないところもあります。この前のディアブロスのイベント、ディアブロスを探すのに若干山に登りました。マジで大変です。都会の大きな公園とかを歩いてみたい、これは結構ハンデだと思います。田舎のハンターが抱える3つのハンデ、その2、夜出歩けない。都会の方はわからないかと思うんですけども、田舎の方、夜歩いてる人いません。なので夜に携帯を見ながら歩いてるおじさんがいると完全に不審者です。場所によっては職務質問とかされちゃいます。そしてこれも都会の人にはわからないかもしれませんが、未だに暴走族います。なので普通に歩いてると煽られます。怖いです。そして山の方にはイノシシが出ます。これも怖いです。明るい夜の街を歩いてみたいです。田舎のハンターが抱える3つのハンデ、その3、マルチプレイができない。都会では大型モンスターを倒すときに近くのハンターが何人か出てくると思うんですが、私、近くのハンターが1になったのを見たことがありません。ずっとゼロです。強制的なソロプレイです。近くのハンターと一緒に大型モンスターを倒してみたいです。以上、この3つが田舎のハンターに課せられた大きなハンデです。ハンデに負けないように頑張っていきます。ありがとうございました。